スタングナウ皆さんこんにちは、えー、新年度始まりました4月2日金曜日、えー、今日の「フライデースピーカーズは」は、えー、コピーライターの佐々木陽子がお届けしてまいります、えー、今日ですねあの育ち心筋の、えー、温度計を見ましたら17度になってました 最近とてもか暖かくなってきていますので、えー、衣替えとか、そういうことで、まあ、週末皆さんお忙しいんじゃないかと思います。えー、今日4月2日なんですけれども、誕生花は、えー、ちょっと調べたところ、四つ葉のクローバーということで、えー、花言葉は、えー、幸運、約束、そしてなぜかですね、復讐というのもあったそうです。 えー、四つ葉のクローバー,、えー、見るだけでこう、幸せな気持ちになって、えー、運がいいわ、私、みたいなことになる、えー、とっても素敵な、えー、植物ですね。誕生花ですけど、四つ葉のクローバー。えー、まあ、そ植物全般が、まあ、誕生花ということでいいかなというふうに思います。えー、で、今日の内容なんですけれども、今日は、えー、3時台は、 えー、林真理子さんのお話をちょっと三つのパートに分けてしていきたいと思っています。えー、そして音楽なんですけれども、音楽はですね、あの、リスナーの皆さんですから、ジャスト、その青春時代、あるいは、えー、お仕事し始めた頃、えー、いろんなこう、あの、気持ちの葛藤が <laughs> あった、えー、80年代、あの頃の、えー、流行ったですね、 えー、女性シンガーの曲を中心にお届けしてまいります。えー、ということで、えー、今日はですね、曲の方は全部で7曲用意しています。皆さん聞いたことあるわっていう曲が、ね、どんどん続くと思いますので、えー、何かあの、お仕事ですとか、家のお仕事とかをしながらでもちょっと聞いていただければと思います。えー、では、4月2日金曜日フライデースピーカーズ。えー、今日の1曲目は、えー、チャカカーンです。 I feel for you.Stay tuned for more Friday Speakers.、えー、はい。4月2日金曜日、Friday Speakers、えー。今日はコピーライターの佐々木洋子がお届けしています。えー、今日はですね、三時代は林真理子さんのお話を三、えー、ブロックに分けて、 お話を届けたいと思っています。えっ、ー、と、林真理子さん。まあ、その、あの、キャリア、かなり、あの、きらびやかで、厚みがあるので、えー、どこをどう語っていくかというのは、結構難しいところがあるんですけれども、えー、やはりあの、大御所に、今やもう巨匠というか、大御所というか、女流作家界の、えー、トップみたいな感じの迫力と存在感なんですが、 えー、やっぱりあの、私たちとしてはですね、いろんなことにこう、ぶつかったり迷ったりしてた時の林さんのお話の方が、共感が、まあ、持てるというか、親近感があるかなと思いまして、えー、どちらかというとですね、あの、勲章とかをもらう、ま、までのところで、まあ正、あの正確に言うと、結婚されるところまでということで、今日、あの、お話ししたいと思っています。 えっと、まず、あの、早速、簡単にプロフィールからなんですけれども、えー、1954年、山梨県出身、えー、日本大学芸術学部を卒業して、えー、その後、えー、糸井重里の、えー、事務所であ、あの、電話番などをするんですね。そして、えー、コピーライターとしてデビューするのが1981年、27歳の時。ですから、あの、大学を、まあ、ストレートで、 言ったのか、ちょっとあの、浪人したのかは私、よくわからないんですけれども、22歳で大学を出てたとしたら、コピーライターとして、そのデビューしたのが27歳ですから、その間の5年間っていうのが、きっと林さんがいろんなことにこうぶつかって、もだえてっていうような、あの、時代だったんじゃないかなと思います。20代の5年間をそういうふうに過ごすっていうのは、なかなかこう、あの、自分を保つのが、 大変で、あの、苦労されたんじゃないかなと思いますが、あまりそういうような愚痴めいたことは、林さんは、あの、書かない。まあ、あの、愚痴めいたことを書いても、まあ、それをひっくり返して、かわいそうだったのでとは思わせない。そういうようなところが、まあ、林真理子の、その、脱出かなというふうに思います。で、コピーライターとしてデビューした1981年に、コピーライター界の登竜門と呼ばれる、 東京コピーライターズクラブという団体が主催するコンテストで新人賞を受賞します。なんですけれども、普通はですね、ここでこの新人賞を受賞すると、要するにこう、コピーライターとして一角の人になるであろうという期待と、あるいはそうなるでしょう私はという自負によって、コピーライターの道をこう、歩むものなんだと思うんですが、えー、林さんはですね、その、 賞を取った翌年に、エッセイ集、ルンルンを買ってお家に帰ろうを出して、これがベストセラーになり、コピーライターの家業からは足を洗うと。ですので、あの、本当にコピーライター出身ってなってますけど、コピーライターとしてもうパッと花が咲いたけど、その後もうすぐに方向転換している。この辺も、あの、さばさバっとこう、あの、自分をさば、さ、たすのさばきをしていく、 林さんのその雰囲気っていうのに合ってるなというふうに私は思います。で、86年32歳、えー、最終便に間に合えば、京都まで、この作品で直木賞を受賞します。そして、98年、みんなの秘密で、吉川英治文学賞を受賞。で、2018年、これはもうつい3期劇ですね、セゴドン。 えー、セゴドンが NHK の大河ドラマになりました。で、同じ年に史上報賞を受賞ということで、まあ、あの、すごく熱いプロフィールをシュッと、えー、200文字ぐらいにまとめるとこういうことになりました。で、えっ、ー、と、第1ブロック、パート1では、えー、林真理子のコピーライター生活。 そして、なぜコピーライターをやめていくのかっていうところを、えー、これもですね、シュッと <laughs> 凝縮して、えー、ちょっとまとめてきました。えー、っと、まずですね、彼女がコピーライターを選んだ理由っていうのを、まあ、このようにか、えー、語っています。えー、大学の終わり、えー日本、日本大学芸術学部ですね、 えー、を卒業して、さあ就職だっていう時に、えー、ものすごい、あのー、就職活動が大変だったみたいで、えー、失敗、失敗、また失敗ってことだったらしいですね。で、えー、っと、林さんのセリフとして、えー、書かれてる部分をそのまま、えー、抜粋して読みますと、えー、今みたいにパソコンでエントリーって時代じゃないですからね。全部いちいち履歴書を持ってって面接して、 40社も落とされましたからショック大きいです、えー。当時は池袋の4畳半のすごいボロッチー女の子だけのアパートに住んでました。大学時代からそのまま住んでて、アルバイトをしていた23から24ぐらいの頃、引っ越してきた人がコピーライターをしていて、そういう仕事があるって教えてくれたんです。で、その子が見せてくれたのが、巣鴨の信用金庫のつまんないパンフレット。 こんなんでできるんだと思ったと。で、え、こんなんでできるんだっていうことで、まあ私だってできそうだわっていうことになるわけですね。で、えっ、ー、と、コピーライターとして会社勤めをしたのは26歳になった時で、えー、伊藤茂田佐藤が原宿で、あの、構えていた事務所。そこで、あの、電話番をすることになります。これはなんか当時、あの、伊藤さんが電話番、 の人を求めてたのを知って、林真理子が私がその行きたいって言って応募したみたいな話がありました。で、その、それで、えー、電話番号をしていた時のことを、糸井重里は、えー、今自分がやってるあのウェブサイト、ほぼ日刊糸井新聞で、林はいつも小説を読んでいたというふうに当時のことをまあ話しています。で、えー、っと、 そして、26歳。で、その後ですね、えっ、ー、と、さっき言った1981年、翌年ですね、えー、声優系のホームセンター、浜田山声優大工っていうところ、今多分もうないんじゃないかと思うんですけど、どうなんでしょう。ちょっとあの、未確認です。のポスターで、えー、ポスターのコピーで賞を受賞するんですね。で、えー、その時のコ,、えー、コピーが、 これ多分ね、ホームセンターですから、要するに DIY のすすめってことだと思うんですけど、えー、作りながら、繕いながら、くつろいでいるというものです。で、私もですね、1981年はもう仕事をしていましたので、その時にこのコピーが選ばれたっていうのは、えー、リアルタイムで実は見て知っています。で、私はですね、その当時は、うん 別にって思いました。<laughs> なんか作りながら繕いながらくつろいでる。うん、なんか、言葉の語呂が、あ語呂合わせはあるし面白いのかもしれないけど、なんかあまりピンとこないな、ぐらいな感じで見ていまして。で、その時に、えっ、ー、と、林真理子っていう人の顔も、写真と一緒になんかこう記事かなんかで見たんですね。その時に、それこそその、えー、目が大きくて、 口、唇が厚くて。で、なんか髪の毛がその頃はこうテクノカットみたいにツンツンになってるような写真だったっていう記憶があるんですけども、なんかあの、見た目も別にパッとしないまでぐらいなことを思ってですね。<laughs> 私もあの当時は生意気盛りですから、うん、別に撮ったことないわねなんて思いながら見てたという記憶があります。えー、そして平さんの話に戻りますけれども、えー、その新人賞を受賞しますと。 で、あの、伊藤茂里の事務所に行った時に、結構そのコピーを書いてごらんみたいな局面というのは多々あったようで、で、その時にですね、伊藤さんは、あの、林真理子のことを、コピーが上手いとは言ってないみたいですね。下手だなっていうのはよく言ってたっていうことは、あの、ちょっと調べるといろんなとこ入れてきました。で、そうは言っても、この、えー、 作りながら作ろうながらくつろいでるで、新人賞を取り、で、その後すぐフリーになるわけですね。当時はあの、フリーランスになるっていうのは結構あの、流行ってるっていうわけじゃないんですけど、ちょっとあの、目が出たらフリーになって、いろいろやっていくっていうのが一つのなんか流れ、メインストリーム的な解釈があったと思います。で、林さんもフリーになったんですが、 えー、すぐにコピーライターの世界から離れていくと。で、その理由を、えー、こんなように話しています。えー、業界に行って、二流三流はすごく辛いものがある。チラシを作りながら、同じように恵まれていない者同士が、安い飲み屋で、糸井がどうとか、中畑がどうとか、いかにも知ってるようなものの言い方で噂話をして投げさめ合う。そんな雰囲気が嫌で、 二流なままこの世界にとどまるなら、せめて一流半ぐらいになれる世界に行きたいと思っていた。この辺がまたいいじゃないですか。もうやる気満々ですよね。私はこんなところでくすぶってる場合じゃないんだわ、という、そういうこう、真の強さというか、もう自分を信じて、とにかく頑張っていかなきゃダメだ。このまま行ったらダメになるっていう、そういう焦りとかいろいろあったんでしょうね。 なんかその、そういう感じってやっぱりこう、えー、20代後半、30代にかけて、皆さんいろいろなシーンで、そういうようなこう、このままでいいのかしら、このままじゃダメになるわって思うんじゃないかなと思いますけど、どうでしょうか。えー、そして、えー、林真理子がコピーライターの世界から離れた一つの理由は、私はここにもあるんじゃないかと思ったのがですね、伊藤茂里の存在ですね。 え、近くで見ていた糸井茂里。あの方はやっぱり、ちょっと何でしょうか。勉強してきて物ができるようになってきたっていう人よりも、持ってるものがそもそもなんかちょっと人とは違うものを持ってる部分があるんじゃないか。そういうのはまあ天才派だとかっていう、まあ、言いますけど、私もそういうような、えー、気配というか匂いを感じます。で、林真理子が糸井茂里の事務所にいた時にですね、えー、糸井茂里が、 サントリーのウイスキーの広告のコピーを作ってごらんと、林真理子に言いました。えー、で、いくつか書いたけれども、その糸井茂里からはダメ出ししかされませんでしたと。で、例えばさってこんな感じだよと言って,いて、糸井茂里が書き始めたものがですね、これはすごいなと思ったんですけど、えー、丸が7つ並んでいるんですって。 それ横に並んでるのか縦に並んでるのかはちょっとわからないんですけど。で、最初の5つが白い丸。あとの2つは黒い丸。これ、要するに月から金までが白い丸で、同日が黒い丸っていう風うに表している。で、その白い丸っていうのが、えー、当時のサントリーのウイスキーのホワイトっていう、あの、お酒、ウイスキーがあって、で、 黒丸は、だるまって、オールドっていうウイスキーがあって、それを指してるようじゃないかというふうに林さんは思ったんですって。つまり平日は、白い丸、えー、ホワイト。で、えー、週末は黒い丸、だるま、オールド。要はホワイトは、まあ、えー、オールドより安いお酒なんですね。 なんで平日はまあそこそこのお酒で週末はちょっといいお酒飲もうっていうそういうことをその七つの丸で表したと。でまあ言葉がないけどコピーになってる。でそれを見て林真理子はこんな発想は私にはないと。それでも驚いたと書いていました。で多分その才能、すごい才能っていうのを身近に 感じてしまうと、気遅れするというか、自分がアベレージ以上だとしても、そちらから見れば、高い山から見れば、もう、裾そ,その <laughs>、になってしまうので、だから、それもあって、要は、この人と戦っても勝てない。ってことは、この人より上にはいけないっていうことで、コピーライターはやめよう。というか、あるいは、まあ、それの踏ん切りがついたのかな、というふうに私は想像します。この後半の、 林真理子さんが伊藤茂里のサントリーのコピーを見てやめるっていう気持ちの整理がついたんじゃないかっていうのはあくまでも私の作ったイメージ、ストーリーです。<laughs> ということで、えパート1はは林真理子世に出る、そして挫折するの巻でした。えー、ではここで2曲目参ります。えー、シーナ・イーストン、925、モーニングトレインです。 4月2日金曜日、フライデースピーカーズ。今日はコピーライターの佐々木洋子がお届けしています。えー、今日は3時台は林真理子さんのお話をということで進めています。えー、先ほどは、えー、彼女がコピーライターになって、コピーライターで賞を取り、そしてコピーライターを忽然と辞めるというところまでお話ししました。えー パート2ではですね、えー、彼女のエッセイの、何、えー、て言うんでしょうか、妙味って言うんでしょうか。その根幹というんでしょうか。<laughs> それをちょっと考えたいなと思っています、えー。林真理子がコピーライターから物書きの道へと方向を転換していく。えー、それは、やっぱりその最初に書いて出したエッセイ集、ルンルンを買ってお家に帰ろう。これのヒット。 これが、まあ、要するに初めて書いて、それが大ヒットになるということで、えー、これがきっかけになります。で、えー、この時のですね、え、編集者という方が、松川さんということらしくてですね、この松川さんという人が、なぜ、その、林真理子を知るかというと、えー、林真理子が、糸井茂里の事務所にいたと、さっきお話し,しましたけれども、えー、その時に、えー、その時にだと思います。糸井茂里から、 え、プロデューサーの秋山道夫さんという方を紹介されるんですね。で、このプロデューサーの松山明夫さんという方がいて、その人のところに出入りしていた、すごく腕のいい編集者という方が松川邦夫さんという方で、この人がその林真理子の書くエッセイっていうのを目にして、これは面白いと言って、まあ、押していくようになると。で、この松川さんが目にしたエッセイっていうのは、 あの、松川さんが関係していた雑誌に、その、林真理子が投稿したじゃないかと、そういうふうに読めるような説明書きがなされているものがありました。えー、これは、林真理子の言葉で言ってませんので、ちょっとこの辺はえ事実が違うかもしれませんが、まあ、とにかくその松川さんという方がいらして、ルンルンを買ってお家に帰ろうが出ましたと。で、この本なんですけど、え、ー 若い、若いと言うと、いくつが若いかあれなんですけれども、ご存じない方のためにご紹介をしなければということで、角川書店のサイトから引用したものをこれからちょっと読んでいきます。えー、モテたい、痩せたい、結婚したい。いつの時代にも変わらない女の欲。そして、ひがみ、妬、ね、み、そねみ。 口には出せない女の本音、女の本音を代弁し、読み始めたら止まらないと大絶賛を浴びた、報復絶踏のデビューエッセイ集。えー、まさにそうなん、もうそこまで言うかっていうぐらいですね、もう歯に切が着せぬものいですっきり、もう、 ぶった切っていくというか、もう嘘ついたっていう、そんなものはもうお見通しよっていう感じ。あるいはなんかこう小綺麗に飾ったって本当はそんなことをこうじゃないのっていうようなことでですね。あの、女の敵は女と言いますけど、まあ女の敵は女であり、女の味方は女かなっていうような <laughs>。とってもあの、男の方より女の人が読んで方が、まあ面白みを感じられるんじゃないかなというエッセイです。で、え、もちろんその、 と出てきた林真理子っていう新人がエッセイ集を出したらベストセラーになると。そうすればまあ周りは当然面白くない。<laughs> なんだあの子、さっきのあの、私の話じゃないですけども。な、な、なんだか大したことないくせにとかですね。な、どうしてああいう風になっちゃってるのとか。まあとにかくその中身がどうというより、そういう出てき方が面白くないっていうことで、まあブスのくせに出しゃばってとかですね。 結構散々悪口は言われたと本人は言っています。えー、で、あの、上野千鶴子先生。ジェンダーロの。あの、上野千鶴子さんでさえブスのくせに的なことを林真理子に言っていたとか言っていなかったとかっていうのを、あの、今出てる週刊文春の林真理子のエッセイ、夜更けの縄跳びの中でちょっとこうチクッと、えー、書かれてました。で、えー、その時にですね、 林真理子のことを誰かが、あの人は売り込みがすごいよって言ったらしいんですね。だけど、林真理子としては、コピーライターの勉強をするために通っていた学校で、売り込みはしないといけないものだというふうに教わったからやっただけなんだと。別に悪いことしてるとか、ずるいことしてるわけじゃないのにな、なんでそんなこと言わなきゃいけないんだというふうにまた思ったと。まあ、この辺がですね、まあ、なんていうんですか、面白いっちゃ面白い。 あの、だからね、私は思うんですけど、あの、林真理子は自分のことを、あの、田舎者、田舎の出身、地方出身者ってよく言いますけど、ただ私はですね、その、まあ、田舎者っていうのが、もし、その、とてもこう、気持ちが素直だったり、物事を裏表なく見たり、えー、相手の言ってることの言葉尻を掴んだり、斜めで見たりってことをしない、純朴な、 人っていうイメージでもし言うんだったらば、あの、私は林真理子は田舎、そういう意味ではその田舎者だなと思います。やっぱりあの、素直なんだと思います。で、あと、その、人からこう、いいって教わったことは吸収しますし、間違っていたと思えば、あの、直すでしょうし、いや、私はこれは間違ってないと思うもんって思ったらまっすぐ進むっていう。なんかその辺がですね、 あの、とてもいいなって私は思います。痛快だなと思います。やっぱりあの、都会の人というのが、まあどういう人なのかわかりませんけど、都会の人っていうイメージで言えばですね、いろいろこう、あざとさがあったり、してやったり感があったり、空番族だったりと、まあそういうようなこう、えー、人といろんな接触をしてるがゆえに身につく、 生きる知恵みたいな、ずる賢しさ、あるいは、まあ、あの、小賢しい感じとかっていうのが、ある意味で、その、都会的な振る舞いだとか発言だとかっていうのに、えー、なって、こう、カバーしていくところがあると思うんですけど、林はね、このような、もろな感じっていうんでしょうか。そういうのは、私は、あの、逆に、あの、なんて言うんでしょうか、好感を持って、とても、あの、いいな、 と思うんですね。ただ、その、誰もが林真理にこのように、こう、何でも言えるか、できるかっていうと、そこはですね、やっぱりそうはいかないですよね。やっぱりどこかに自分に対する自信とか、そういうものがなければ、あの、自分の思った通りのことをやっていく、言っていくってことはできない。だからそういう点では、まあ、どこにその確信があるのかわかりませんけど、 林真理子っていう人は、どこか自分にもう絶対大丈夫だっていう自信を隠し持っている。あるいは、まあそれがもう自分の中で磨きつつ上げていってるっていう、そういうような人なんだろうなというふうに感じます。ということで、えー、っと、林真理子特集パート2。えー、1986年、えー、彼女がですね、コピーライターとして、 えー、わーっと、こう、あの、<laughs> 盛り上がり。そしてその後、えー、コピーライトをやめ、直木賞を受賞した1986年に、えー、ものすごい勢いで流行った曲を次にかけます。えー、マドンナ、ライクア・バ、えージン。4月2日金曜日、フライデースピーカーズ。 えー、今日はコピーライターの佐々木洋子がお届けしています。えー、3時台は林真理子さんのお話を、えー、ずっとしてきました。えー、今ですね、あの、週刊文春のエッセイ、えー、これはですね、4月1日号で1691回目を数えておりまして、夜更けの縄跳びという、えー、エッセイコーナーのタイトルがついています。これはですね、 あの、同一の週刊誌で、えー、連載され、えー、掲載されている連載ものでは、えー、37年間続いているということで、世界で一番長い連載エッセイとして、ギネス記録にも認定されているそうです。毎週毎週ですね、このエッセイを書き続けるっていうのは、まあ、私は大変すごいことだと思いますね。 私もあの月に一度ここでこうお話しさせていただいてますけども何を喋るかっていうことはもう極端に言えばもう当日の12時ぐらいまで決まらない時もあるぐらい何を喋ろうあるいは何を語ろうっていうことのネタをですね自分の中にストックしていくでストックしていくにはネタに気づかなきゃいけないで 目の前で起きていることがネタなのかどうか、あるいはそれって面白いことなのかどうかということをこう常に考えていないと、その週に1回のエッセーっていうのはとてもじゃないけど書けないだろうなというふうに思います。要はあの何でも面白いとか何でも気になるっていうような性格の人じゃないと、これネタ拾えないだろうし、難しいだろうなっていうのは本当にもう感じています。で、 えっと、今回、4月1日号の、えぇ、ー、林真理子のエッセイは、あの、前段はですね、えー、差,差別の問題みたいなのを書いてます。で、それが、あの、例の、オリンピックの演出で、渡辺直美さんのことの容姿をこう、からかうような、え発言をして、プロデューサーが、まあ降板したという、そういう出来事に触れながら、 えー、その、差別というものを、まあ、あの、書いてるんですね。で、その中で自分の経験談として、えー、ちょっとこんな話を書いてました。えー、ある日バイト雑誌で女子大生募集という文言を見つけた。えー、相手が求めているのは分かっていたけれども、日給の良さに目がくらみつ、くらんで、つい面接に行ってしまったと。と えー、応募者は私を含めて二人しかいなく、すぐに採用となった。えー、で、なんとなく、ま、仕事をし始めたら、えー、大丈夫と安心したのもつかの間三日目に綺麗な女の子が応募してきた。すると、男の担当者から、三人もいらないから、君悪いけどやめてね、と言い渡されたのである。つまり、当時は、職務に関係なく、現場の男性の、 可愛い,い女子大生と仕事しようぜという希望が安易に叶ったのである。これで、で、ここ、ここからですよ。これで怒ったり悲しんだりしたら、私は将来物書きにはなりません。世の中って理不尽だけど面白いなと思ったのを記憶している。やっぱりですね、こういうことなんでしょうね。あの、林さんがずっとこう、エッセイを書き続け、あるいは、えー、ブスのくせにだとか、いろんなこと言われたって、 もう私はへっちゃらやるわよっていうことっていうのは、こうやって、まあいろいろあるけど面白いなって、一旦こう収め飲み込むっていうことなのかなというふうに思います。で、えー、今日は80年代の女性アーティストの曲とともに、まああの番組をお届けしてるんですけれども、そのやっぱりこう80年代、林真理子っていう人は私にとっては80年代のシンボルっていう位置づけなんですね。で、 えっと、林真理子の公式サイトというのがありまして、その中で、あの、エッセイストの中森明夫さんという方がいらして、その方が、あの、ワンスアイヤー、私はいかに傷つき、いかに戦ったかという林さんの小説の解説として寄せた文章を、えー、公開しています。で、その一部がですね、そうそう、その通りだよねって思う文章なので、 これも紹介します。えー、この Once a Year という小説。これは80年代を舞台にしていることが重要な隠し味となっている。それはテクノヘアや、えー、パックマン、イエローマジックオーケストラやスーパーボールの服といった当時の時代風俗を表す固有名詞が品質するとい,うということばかりではない。つ次から面白いですね。 えー、僕たちライターの世界では、物書きすごろく。物書きすごろくの上がりは作家だ。とよく耳にするが、林真理子すごろくは、それをもっと精緻にリアルにしたものである。振り出しは一回の女子大生。そこからコピーライター養成講座を経て、広告制作会社のアシスタント。コピーライターとして一人立ちして、次にエッセイスト。 ベストセラーで三つ進み、テレビ文化人少し疲れて一回休み、やがて作家となってついに直木賞という仕組み。まあ、これが彼女が辿ってきた、あの、ですね、履歴ですよね。で、こ、この次の一文がですね、あの、もう超絶賛だなと思うし、私もそこそこと思ったんですけど、えー、林真理子が偉いのは、すごろくに勝利したからではなく、 このすごろくを作ったのが、他ならぬ、林真理子、その人であったからこそ偉大なのであると。まあ、つまり、自分の道は自分で切り開いて作ってきたよねって。あんた偉いねと。まあ、そういう話ですね。えー、で、こうした視点で言うとですね、やっぱりあの、林真理子っていう人は、その文学や自分の生き方っていうのを通して、あの、女性たちにもですね、 こういうふうになんかこうあのエールをくれたんじゃないかなと思うのは要するに自分の内側にある欲望っていうのを口にしていいんだよっていうふうにみんなにこう思わせた人じゃないかなと思います今若い人がそう言われてもですねそんなの当たり前じゃないと思うかもしれないんですけれどもやっぱりその80年代キラキラした時代ではありましたけどやっぱり何で言っても40年も前の話ですから 80年の始まりは。そうすると40年も前の頃っていうのは、やっぱりその、女性は、あの、就職の時にですね、容姿短偵が象形に書かれていても、当たり前だったと思いますね、まだあの頃。っていうような時にですね、女の人っていうのが、私は、あの、こうしたい、ああしたいとかっていうのを、あんまり、 言っても構わないけど、あんまり大っぴらに言うもんでないよ、みたいなところは、その時代の、えー、中にまだくすぶってたと思います。ただそのことを林真理子がもうバン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 言ってくれるんで、あ、なんかそうだそうだって私も本当はそう思ってたんだもんっていうことで、みんなでやってもいいんだねっていうふうに、徐々にこう、世間の顔色を見ながら変えていくようになったんじゃないかなっていう気が私はしています。で、 それがですね、あの、大きく、その、勢いがついて、羽ばたかせたのが、松田聖子じゃないかと。で、松田聖子も、アイドルでやりながら、あの、ゴーヒロと恋愛した、別れた、神田正輝と結婚した、別れた、とかって、もう、あの、結婚した、別れたはいいんですけど、当時、アイドルが、アイドル同士で付き合ってる、で、それが、振られた、とか、 ビビッときたとかっていうのって、本当にこう、あの、起きてやりっていうか、常識を破ってる状況だったと思います。私の記憶では。で、松田聖子もそう、そういうのでも破りながらですね、恋愛、結婚、離婚、出産で、あの、今のですね、50代になっても、まあ、アイドルやってるっていう、 ところとかを見ると、そういう背中を押すことになったのは、林真理子の存在っていうのは、私は抜きには語れないんじゃないかなというふうに思っています。ですので、あの、女性誌の視点からもですね、林真理子っていう人の、えー、分析。それはまあ、性格、云々とっていうことっていうのが、あの、どうかっていうことよりも、私はやっぱりその、林真理子という存在が、世の中、 特に女性に対して、なんかこうか、価値観とか考え方とか、そういうものを、こう、揺さぶった存在として、非常に、あの、素晴らしいと感じているので、そういう視点から彼女を分析する学者が出てきてほしいな、と願っています。できれば、上野千鶴子さんに <laughs> やってほしいな、と思うんですけど、まあ、どうでしょうか。はい。 ということで、えー、3時代は林真理子さんのお話をずっとしてきました。えー、4時代に、四時代は、えー、ちょっとまあ全然違う話になるんですけれども、えー、曲はずっと80年代の女性アーティストの曲、ヒット曲で進めていきます。えー、3時代最後の曲は、えー、1983年の曲です。シンディー・ローパー、Girls Just w a n n a Have Fun。